こんにちは成形写真家の湯浅ですえさてですねソニーの α7R5 で星空の撮影テストに行ってまいりました、えー、前回あるいは前々回の動画の続きになりますんで、えー、ご覧になってないっていう方は是非、えー、先にご覧くださいね、えー、星空を撮影してきました α7R3 とも比較するために、えー、両方で同じように撮ってみました まぁ、α7S3 でも撮ってみたんですが、まあ画素数も違いすぎるんで、まあ比較はあまり現実的ではありませんよね。まず条件ですが、こちらのように、実際に星空を撮る場合の現実的な条件にしてみました。レンズはですね、すべて共通で FE20mm、F1.8G ですね。ISO 感度は3200。絞りは開放の F1.8 ですね。 シャッタースピードは10秒。10秒っていうのはもちろん200ルールでの限界露出時間ですね。画質はもちろん非圧縮ローですね。その他、メリカシャッターにするとかですね、電子先膜をオフにするとか、PP なし、あるいはレンズ補正なしなどなど、画質に少しでも影響がありそうなものは、すべてできる限りオフにしています。 え、ま、最も肝心な、長病のノイズリダクションとか、高感度の、今回の肝である高感度のノイズリダクションについては、検証対象なんで変えてやってます。さてですね、まずは α7R5 で、長病のノイズリダクション、高感度のノイズリダクション、共にオフにした、まあ、一番生に近いと思われるデータですね。で、Adobe は、まだ α7R5 の ローに対応してないんで、ソニーのイメージングエッジで現像してます。まあ、普段はこれ使ってないんで、ちょっとやりにくかったんですけどね。まあ、こちらのようなダイナミックレンジオプティマイザーとか、シャープネスとか、明瞭度とか、あと肝心のノイズリダクションですね。これらはすべてキリあるいはゼロに設定して現像をやってます。ということでこちらなんですけど、可能な限り調整なしの画像になりますね。 ノイズリダクションも一切ありませんので、結構ノイズだらけになります。ちょっと見てみましょう。こちらですが、100%ですね。ちょっと雲がありますけど。まあ、暗部にもノイズは結構乗ってます。まあ、今までの ISO 6430秒っていうダークフレームからすると、まあ結構綺麗なもんだなと思いました。 えー、私も数でも意外と綺麗だなと思いましたこの画像ね。でもう一つ、えー、こちらですが、えー、こちらは同じ条件で撮った α7R3 の画像になりますね、えー。さっきの動画でも言いました通り α7R3 ではローの場合高感度ノイズリダクションを設定できません。これは今までの全てのソニーのカメラがそうでした。 ですので、こちらにはある程度の高感度ノイズリダクションが入っているはずです。まあそもそもそれが悪さをしてたんですね。ありますね、緑の星。緑の星。あります。ただですね、α7R3 のような高画素機では、従来から星食いとか緑の星とかね、ソニーノイズ、二点ノイズっていうのは、そんなに気にならなかったっていうのも確かです。 さてこのままだと比較にならないんで、このノイズリダクションのない汚い画像のノイズを自分で撮ってみましょう。えー、こちらですね。こちらの画像は、あ、ちょっと最初見せましょうか。全体はこれですが、長時間ノイズをいわゆるダーク減算で取って、高感度ノイズをスタックで減らした画像になりますね。で、今回7枚のスタック結果を見てみましょう。 セクォーターを使って簡単にやりました。ちなみにこちら R5 のローが読めました。セクォーターでね。RAW データでも本来のデータ部分だけ読んでんのかなと思いますけど、まあちょっとびっくりですね。読めました。さてどうでしょう。拡大して100%で比較してみますね。100%画像です。こちら。こちらに比べてノイズは随分減ってますね。 こちら R3 の設定値ですが、これと比べてもノイズは、えー、なくなっていますね。まあ、スタックしているので当然とは言えますけどね。これを見ますと、あ、小さな画面では ISO3200 の、えー、10秒程度の画像なんで、この汚い、えー、ムラムラした赤や青や緑の汚いノイズ、わかりづらいかもしれませんけど、えー、こちらとこちらはもう雲動の差で、えー、こちらの方が綺麗ですね。でこちらは アルファ 7R3 の1枚撮りで多分好感度のノイズリダクションが入ってるだろうというやつですね、えー、こちらと比べてもあのノイズは少ないです石膏太使ってるので若干まろやかになってますけどねあとシャープネス等もこちらは一切かかってないんですよねこちら多分かかってると思いますでどうでしょう、まあ、100%画像これなんで、えー、全然使えると思いますこちらね真ん中がダーク減算して 7枚スタックでノイズを減らしたものですね十分綺麗だと思います100%ですあの不自然な緑の星もやっぱりないでしょう、えー、とてもソニーのカメラとは思えませんここになんか緑っぽいのありますけどこっちはちょっと目立ちますね高画素機もともとそんなにも目立たなかったんですけど、まあ、これでしたらねキヤノンにも負けないノーマルな画像だと思いますあとですね現実的な検証としては その 7R5 の高感度ノイズリダクションを標準あるいは弱とした時と比べてどうなのかっていうことなんですけど今回も設定を変えてやってみたはずなんですがメタデータを見てみると多分ここロングエクスポージャーノイズリダクションって書いてあるのとハイ SO ノイズリダクションって感じ、多分ここだと思うんですけどねこの最後のデータなんてのは完全にあの 標準とか弱を試したはずなんですが、この部分、オフになってるんですよ。オフになってるんです。どういうことかというと、多分バグですよね、これ。新機能なんで、ここを設定するのを忘れているのかなと思われます。高感度ノイズリダクションを標準とか弱に設定していても、オフになっちゃってるよっていうことです。まあこれはかなり面食らいました。いろいろ面食らったんですけど、今回。もう結果だけ述べてますけどね。 えー、ここはまたメーカーに確認したいと思います。ちょっとよくわかんないとこですね。ということで、えー、少なくとも成形写真においては、α7R5 での高感度ノイズリダクション切りの設定で、ソニー独自のノイズリダクションロジックからは解放されたと見ていいでしょう。えー、超高画素機なんですけど、成型写真にも使えることがわかりました。となると、 えー、高画素での成形写真が撮影可能になったということで、えー、さらにですねピクセルシフトマルチも併用しちゃうと、まあ、とんでもない高画素で高解像の成形写真ですね、まあ、もちろん風景でもそうなんですけどが撮れるようになったっていうことですね。まあ、手間はかかりますけどノイズレスの超高解像の成形写真に挑戦してみたいなと思います。まあ、こののメタタデータのバグっぽい部分がありましたんで えーまあとでメタデータ見ればいいなと思ってたんですけど次回は手書きでね、えー、ノートに手書きで記録して抗感度ノイズリダクションの標準とか弱の検証もやりたいと思います。はいそれでは今日はこの辺りでご視聴ありがとうございました。